丸々一周使った。どうだ、丸一周使ってる。さあ逃げる坪井、追う宮田、まだ使う、まだ使う、後ろを捉える、インをブロックに行く、インをブロックに行く、ギリギリ行った、宮田りとも2番手浮上。ですね、宮田選手のバテクですね、またギリギリでしたよね。坪井選手のこう意地というか、もう必死な感じが見て取れましたね。ストレート上で蛇行して、はい、走ってたと思うんですけど、あれは何をされてたんですかね。ブロックラインを通る、まあ、イン側を守るっていう、まあ、行為なんですけど、一応規則としては1往復しかしちゃいけませんよっていう決まりはあるんですね。まあ、その中できちっとできていた、まあ、ちょっとギリギリかもしれないけれど、まあ、フェアなバトルではあったんですけど、まあ、一歩間違えれば本当に危ないギリギリのバトルで、ただそこでぶつからないっていうのがさすが、まあ、GT でもねチームメイトなので、お互いのことを分かっている中でのすごいいいバトルだったと思うんですけど、宮田選手は坪井選手が次どれくらいどっちに振るだろうっていうのをきちんと見極めなきゃいけなくて、まあ、そこの判断っていうのはすごく良かったんだなというのと、タイヤの差というかタイム差がかなり大きすぎたので、すごいプレッシャーの中であれだけ守りきったっていうのが素晴らしいなと思いました。あんだけの距離で宮田選手走ってるってなると、スリップが結構効いてるのかなって思うんですよ、はい、ただその状況って車のエアロに空気が当たらないじゃないですか。あれ真後ろつきながら全く同じラインで走るのって結構大変なんじゃないんですかね。そうなんです、本当にイコールコンディションであればもうすごく難しくて、アンダーステアが出やすい中でちょっとでも風が当たるように微妙にラインをずらしてみたりとか、頭を使って賢いレース運びっていうのが必要になってくるんですけど、まあ、今回の宮田選手に関してはもうそんなの関係ないぐらいのスピードがあったかなって見えました。本当に1コーナーであれだけギリギリで戦ってる中でブレーキングをミスしなかったっていうのもすごく冷静に走れてたんだろうなと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。